さあカラベラスの真の恐ろしさを今からあなたに教えて差し上げましょう。次の舞、白蓮。どうしました？呼吸しましたか？神に似たこのアルブラの魔法、忠実な武士を無限に覚醒させ続けるこのカラベラ。私の前で見せるべきではなかったな。こんなものか。ソウルソサエティからの援軍が来たことで戦いの形勢はイチゴたちの側に傾いたかと思われた。だが全てはアイゼンの罠だった。アイゼンは現世とウェコムンドとをつなぐガルガンタを封鎖してソウルソサエティからの援軍をウェコムンドに閉じ込めた上で自らは現世への侵攻を開始する。さらに一度は救出した織姫も再び囚われの身となってしまった。織姫を救うためイチゴはウルキオーラが待ち受ける第五の塔へ急ぐ。行くぜ。
行くぜ。俺は絶対に仲間を守る。待ってくれ。怖くないで。みんなで助けに来てくれ。